まだもうちょっと制服着たいなっていう欲があるのでぜひあののキキラキラの青春映画を <laughs> まあ今後もしまた映画を撮る機会があるとすればどのようなジャンルの映画を撮ってみたいなと思われますかえそうですね。あのー いろいろ頭の中では作りたい作品たくさんあるんですけど、まあ今回 SF をもう撮ったんで、あのー、次はそうですねゾンゾンビ映画じゃないですかね。<laughs> やっぱ好きなんで、はい。なるほど。作りたいなと思います。はい。その主演に井桁さんってどうですかね。あ、でも私ですか。とてもあの真っ赤な血に興味を持っているんで、<laughs> 血じゃないんですか。血じゃないですか。はい。だから非常になんかヒロイン。 でもはいお似合いかなと思いますけどすゾンビお好きですか好きですあ好きですかはいじゃあもう決まりましたありがとうございます <laughs> よかったです <laughs> じゃあまあ磯村さんからのリクエストとしてはゾンビということですけども伊藤さんがもし磯村さん取ってもらうとすれば、はい、どんな映画の主演を務めてみたいと思います私まだ二十二十五に先月になったんですけどまだもうちょっと制服着たいなっていう欲があるのでぜひあのキラキラの青春映画を <laughs> とっていただきたいですね。わかりました。じゃあ、キラキラ青春ゾンビ映画でいいですか、ね。ああ、いいですねそ。そうしましょう。<あ>前半はキラキラで、後半から。ゾンビ。ゾンビ出てくる。てく素敵ですね。ありがとうございます。楽しみにしてます。<laughs> <laughs>